はい、エビちゃん。ってことで今回なんですけれども、配信のコメントだったり、視聴、動画のね、コメントとかで、〇〇コインで作れるスカットを考えてくださいっていうのを結構言われてたので、まぁ、今回は300万コインで自分だったら作るスカットをちょっと考えてみました。っていうことなんで、まあ本当に300万コインってかなり幅広いスカット作れると思うんで、正直、こっちの方が強くねとか、なんでそれみたいなことは、まあ、意見はあるとは思うんですけど、まあ、あくまでも個人的見解ということになるので、まあ、そこだけはご了承いただければなとは思います。じゃあ、早速スカット見ていきましょう。どうぞ。はい、ということで、このようなスカットになりました。で、まず、まあ、スカットなんですけど、まあ、ジノラ、カントナ、マフレーズ、ムバッペ、エンクンク、デブライネ、ティアニー、トミヤス、サンチェス、ウォーカー、メンディーになってます。で、使用フォメは4222で、ジノラ、左 ST、右 ST、カントナ、左のキャムにムバッペ、右のキャムにマフレーズ、ツーボランチが、まあ、左かな、左にエンクンク、右にデブライネ、で、ディフェンス陣はそのままっていう形になります。で、まず300万コインあったら何を考えるかっていうと、まあ、自分が使いたい選手を、まあ、使うのがいいと思ってて、一つはもうジノラ。絶対ジノラは必要だなって思ったのと、あとは自分はカントナが好きなんで、カントナを使ってるっていう感じです。で、あとは、まあ、前線によりお金をかけるっていうことを考えた方がいいと思ってて、理由としては、やっぱりディフェンス陣にどうしてもお金をかけたところで、サッカーって1点取んなきゃ勝てないゲームなんで、まあ、より前線に、こう、お金を割いてるような形になります。まあ、前線でこれ250とか240ぐらい使ってるのかな。で、ディフェンスはもう50万ぐらいで済ましてるっていう感じになってます。じゃあ早速、ジノラの能力を見ていきましょう。はい、ジノラですね。まあ今の値段が39万ということで、もう本当にコスパ。まあ僕の動画でも散々お世話になってるんですけど、もう本当にめちゃくちゃ強いと思います。今の環境でもやれるぐらい強い選手が最初からいたっていうのが、まあ正直衝撃ですね。で、スキルと、まあ55、スキルと苦手なし、あ、ウィークフットが苦手なしってなんやねん。日本語で出すな。あ、すいません。で、スキルと、ウィークフットが55で、ワークレートがハイミディ。で、ボディタイプがなぜかないんですよね。ボディタイプがアイコンってないので、本当に固有の能力してると思います。で、まあ能力はまあちょっと省いちゃうんですけど、まあこの選手の良さは、まあパスが非常に上手いことと、まあフィジカルもある程度あって、でペースも問題ない、ドリブルも、まあ、ちょっとバランス値低いけど、まあ全然気にしないレベルで使えるっていうのがいいところだと思います。もう本当無駄がないっていう能力ですね。で、推薦ケミはまあハンター一択だと思います。ST に置くなら、このペースは絶対必要ですし、まああとはこの最後のフィニッシュ能力、決定力っていうのは絶対必要だと思うので、まあ、ハンター一択だと思います。本当にパスも出せて、シュートも打ててドリブルもできてっていうような形で、もう本当万能な最強のコスパ選手だと思います。はい、次がカントナですね。まあカントナと言ったら俺みたいなぐらい、まあ自分はカントナ好きというか、多分自分が結構紹介したおかげでカントナ使ってくれる人もいるんじゃないかなとうぬぼれてるぐらいカントナ、おすすめです。この選手が50万ってありえないと思います。で、能力見ていくと、まあ、スキムが5-4で、ハイミディ。で、ボディタイプが、まあ、ハイアンドアベレージなので、まあ、めちゃくちゃごついって感じですね。で、能力見てみると、これもまあ、ジノラみたいな、フィジカルがあるジノラっていうような、ちょっと重さがあるジノラっていうような考えでいいと思います。まあ、ドリブル値は簡単なのが高いんですけど、まあ、ハイアベなんで若干重いかなっていう部分は正直あります。で、推薦ケミに関しては、もうハンター一択だと思います。やっぱり ST は、もう絶対このペースが99付近にないと厳しいと思うので、あとはこの決定力がしっかりないと、シュート決めないと、大事なところで決めてくれないと結構厳しい部分があるんで、まあ、ハンター一択だと思います。で、まあこれハンターつけても、もうフィジカルも十分あるし、ジャンプもあるし、もうヘディングゲームもできるし、パスも視野90。でもパスも上手いし、でドリブルも最低限あると。この選手最強だと思います。本当にこの安さで、この安さはおかしいと。普通に思いますね。で、この、個人的にジノラとカントナで、この積極性が結構高いのがミソで、積極性が前線の選手高いと、これはもう本当に個人的見解なんですけど、もう事故る率がめちゃくちゃ高い。なんか積極性ってこう相手に対してボールを積極的に取りに行くみたいな感じの、なんかふんわりとした意味合いなんですけど、なんかフラスルとか出した時に競り勝つ、なんか、50-50 のボールを競り勝つのがめっちゃ簡単なとジノラ多いなと思うので、この積極性が高いところが結構ミソになってると思うので、まあ前線でこの簡単なとジノラにどんどんフラスルを出していこうっていうような感じで、今度はキャムの紹介になります。はい、次は、マフレーズになりますね。もう64万、もうめちゃくちゃ安い。で、今から能力があるようなライブカードになるので、めちゃくちゃ安いと思います。サンチョが来たから安くなってると思うんですけど、破格の値段だと思います。で、スキームが、5-4で、ワークレートがちょっと気になるミディミディなんですけど、まあ、ここはちょっと目をつぶって開けた方がいいかなとは
思います。でボディタイプがユニークなんで、あのまあ固有の、ボディタイプになってます。ちょっとキュンキュンする感じかな。なんかなんだろう、マフレーズそんな使われたことないからなんとも言えないんですけど、ちょっとキュンキュンしてるイメージはあるかなとは思ってます。で能力見てみると、まあパスシュフェースもあって、シュートも最低限打てて、パスも上手い。もうサイドハーフに必要なこのパス、このドリブル値が非常に高い、ペースも高いっていうところが、まあ、ミソで。で、スタミナも90あるので、まあ、フルで使っても大丈夫かなっていうところでもあると思います。推薦ケミに関しては、まあ、ハンターでペースマックスにしてもいいですし、もしくは、この選手、高精度シュート持ってるので、フォークにして、ここのシュートパワーと、ロングシュート値を高くして、どんどん今週を打つっていうのも一つの手だと思います。まあ、ワンチャン、エンジン。でもいいとは思うんですけど、まあ、このパスをどんどん上手くするっていう意味で。ただやっぱりここの今週打ったりとかだったり、あとはこのドリブル値とかだったり、正直足りてるんで、まあ、これはエンジンはないかなと思うんで、ハンターかホークもしくはエンジンがおすすめだと思います。いや、ボディタイプごめんなさい、言うの忘れてた。あ、ユニークか。ごめんなさい。ユニークだ。言ってたわ。記憶がやばい。ということで、今度はムバッペの紹介をしていきたいと思います。はい、次は、ムバッペになりますね。まあ、ムバッペに関しては、もう金レアで50万っていうのがもう強さをもう誇ってるじゃない、示してる数字だと思いますね。ロナウドとかが10万でムバッペが50万っていうことは、それだけこの金レアのムバッペが強いっていう証拠だと思います。で、まあ、5-4 で、この選手もユニークかな、まあ、固有のタイプになってます。で、ワークレートがハイローなんで、ちょっと守備サイドだと気になるかもしれないんですけど、まあローでも結構下がってきてくれることはあるんで、まあ自分もメッシ使ったりはしてたんでサイドで、まあちょっと気になるのは変えてもいいけど、まあそれ以上の強さはあるかなとは思います。で能力見てみると、ちょっとサイドキャムに置くにしてはここのパスの数値が低いので、この選手はサイドに置くなら僕はこのアーティストで使ってました。まあこれでビジョンが10上がって、まあ、ロングパスも上手くなるんで、フラスルって実はあれなんですよね。知ってました？視野だけらしいんです。これアグに聞いたんですけど、フラスルの数値って、あの、ロングパスあんま関係ないみたいで、この視野だけなので、まあ、ほんと視野高くして、フラスルを上手くして、で、かつまあドリブルはまあって感じなんですけど、このパスを強くするために、まあ、アーティストか、もしくは、まあマエストロですかね。87以上あるとアシスト機能つくんで、まあマエストロか、アーティストでいいんじゃないかなとは思います。まあ、マエストロつけば、まあ、今週も最低限打てるかなっていう部分はあるとは思うので、まあ、サイドで置くならこれでいいと思います。まあ、前線で置くならマークスマン一択だとは思うんですけど、そこはまあ、カントナと、まあ、どっちムバッペを置くのかは、まあ、ちょっと好みで考えていただければなとは思います。はい、次は、ぬくぬくさんですね。25万。安すぎる。前まで50万ぐらいあったと思うんですけど、一気に安くなりましたね。で、まあ、4-3なんで、ちょっとね、逆足が気になるとは思うんですけど、これなんかね、プロの間とかでも結構話すんですけど、なんかぬくぬくさんは逆足も全然上手いみたいな、逆足 3.8 ぐらいじゃねぐらいのパスの上手さあると思います。それぐらいぬくぬくさんは強いです。で、まあワークレートもね、ちょっとミディなんですけど、これも一緒で、なんかぬくぬくさんは強いっていう、なんかね、みんなで認識があるってぐらいぬくぬくさんは強いと思います。で、ボディタイプがリーンなんで、めちゃくちゃ軽いっていう感じになってます。で、能力見てみると、まあボランチに必要なペースも足りてますし、パスも上手いし、で、シュートも、まあこれ今週も打てるんで、フィネスついてるので、まあ、今週も打てるし、ドリブルもめちゃくちゃ軽いし、で、最低限の守備力もあるっていうことで、本当に、こうバランスがいい選手だなっていうような感じはします。で、推薦ケミに関しては、まあ、ボランチの一角で置くので、まあ、シャドウ。で、まあ、ディフェンス、ペース上げてもいいと思いますし、個人的なんですけど、ぬくぬくさんは、バックボーンかセンチネルで置くのがおすすめだと思ってます。自分、そんなにボランチにペース必要ない派なんで、センチネルでここの守備数値、この守備意識を10上げて、直球を速くするっていうことを意識したり、あとはここですね、この、積極性を10上げることによって、まあ、積極的にボールを勝ってくれる、勝手に AI が勝ってくれるようにするっていうのはおすすめだと思います。もしくは、まあ、バックボーンにしなくてもいいとは思うんですけど、バックボーン、これだね。バックボーンで、まあ、視野、乾燥させて、めちゃくちゃフラスル狙ってもいいですし、で、ここの積極性も10上がるし、で、ここの守備意識5だけだから、まあ、ペース必要ないっていう人は、まあ、バックボーンか、センチネルで、まあ、基本はシャドウになるかなとは思います。めちゃくちゃ強いと思います、このカードも。はい。はい、次はデブライネですね。もうめちゃくちゃ安い、10万。まあこれ足りない人はもちろん、この9-3のデブライネ使ってもいいと思うので、まあどっちでもいいと思います。まあコイン次第でっていう感じですね。で、デブライネなんですけど、まあ4-5で、はいはい。もう、
もうほんと強いと思う、これ、ボランチで。で、ボディタイプも固有で、まあ、ちょっと重い感じはあるけど、まあ、重い感じは別に、ここのエンジンとかで上げてあげたりするのが、ま、いいかなとは思ってます。で、能力見てみると、まあ、ペースが若干足りないかなっていう部分があるの、あるんで、まあ、これをシャドウとかつけてあげてね、このペースが気になるんだったらシャドウとこの守備のところ気にしてあげたり、まあ、ペースと守備その守備そんな気にしないよっていう人は、まあ攻撃的に行きたいんで、ハンターを置くなり、あとは、なんだろうな、エンジンかな。エンジン置いて、このバランス値上げて、ちょっと重さをなくすっていうのがいいと思うんですけど、まあ、ちょっとぬくぬくさんとツーボラっていうことなので、個人的には、まあシャドウがいいかなと思います。片方、ぬくぬくさんミリミリなんで、そこがちょっとバランス取れないかなっていう部分があると思うので、まあ、やっぱり、この選手は、この組み合わせならシャドウでいいと思うんですけど、まあ、ほんと重さ気になるのは先ほど言ったエンジン。シュート打つなら、ハンターとか、ホークとか、でもいいのかなとは思ってます。この選手めちゃくちゃ、フィネス持ってないの。高精度シュートね。さっきからフィネスって言ってるのが。フィネス持ってないんですけど、めちゃめちゃ今週入るんで、まあ、本当に、どんどん積極的にシュート狙っていいんじゃないかなとは思います。もうパスは言わずもがな、めちゃくちゃ4号で、うまいです。はい、次は、ディフェンスの紹介ですね。ティアニー8万。もうこれ破格。めちゃくちゃ強い。これ自分前回の大会でも使ってて、で、なんなら今、ナスリが普通にフルスカット、Y とかがいる中で普通に使ってます。それぐらい信頼を受けるディフェンダーなんで、ティアニーに関してはマジでおすすめです。で、まあ、気になるのは33っていうところだったりがあるんですけど、まあまあまあ、逆足気にならない人は全然いいと思います。であとは、ワークレートハイハイ。で、ボディタイプは、アベレージなんですけど、なんか謎にね、強いイメージがある。で、能力見てみると、まあ、ペースは最低限、サイドバックにおける、まあ、95以上かなっていうのは、まあ、92で、アンカーとか、シャドウつけてあげればあるっていうところ。で、まず、パス値も83で高い。で、クロスも上手い。パスも上手い。で、ドリブルもね、最低限できるドリブルスキルもあって、で、ディフェンスの個人的に一番ここがお気に入りで、この、ディフェンスの守備意識ですね、が90あるので、ジョッキーめちゃくちゃ速いのと、めっちゃ取ってくれます、この選手。めちゃくちゃ守備使いやすいです。なんかここ本当に、この90っていうのはミソだと思ってます。あとはフィジカルも、まあ80あって、スタミナもサイドバックにおける93あって、積極性も高いので、本当にもう完成された選手だと思ってます。それだけ、強いと思います。で、推薦ケミに関してはもうアンカーかなとは思います。まあ、ペース気になる、このスピード気になるならシャドウでいいと思うんですけど、まあアンカーでいいかなと思います。もう95だからね、えぐいと思う。で、ペース、まあ、ペースはこれ必要かな。まあアンカーがシャドウが一番いいと思います。で、パワーも90あるし、積極性も94あるし、もうめちゃくちゃ強いカードと思います。はい、次が富安ですね。で、まあこの選手もまあ9万で、本当に安い選手だと思います。で、逆足が5っていうのがいいですね。左に置けるっていうのが、この逆足5っていうところはいいと思います。で、ワークレートが、まあ、ローハイで、まあ、守備線っていう感じですね。で、ボディタイプがハイ&アベレージプラスなんで、まあ、ちょっとハイアベよりも、ちょっと細身のあるような感じなんですけど、結構ごついタイプになってます。で、身長も188で、しっかりやるので、問題ないと思います。右上邪魔。で、能力なんですけど、まあ、本当にペース最低限あって、まあ、この、味腹も結構高いんで、こうフラスルとかに対して、僕のこれ意識、イメージなんですけど、まあ、ドリブルがしやすかったり、まあ、バランスがあるんで、相手にぶつけられても、なかなか倒れないっていう強さあると思います。で、守備意識に関しても90あるんで、まあ、シャドウつけてあげれば95。で、パワーも90あって、もうスタミナも92あって、もうほんとめちゃくちゃ強いと思います。これだけ見ると。まあ、ペースがちょっと足んないかなっていう部分はあると思うんですけど、シーズン4かな？シーズン3か。先月ぐらいの、時期だと、アップデが入る前は、僕の周りの人は、バランより富安じゃねっていうぐらい、富安、バランの代わりに使ってる人がいるぐらい、AI も優秀で非常に、優秀な選手だったので、富安めちゃくちゃおすすめだと思います。ほんと強いと思います。あ、で、もちろんシャドウ一択だと思います。はい、じゃあ次はダビンソン・サンチェスですね。まあ16万で、まあ最近出た、あれかな？これなんだっけ？なんだっけこれ、あれか、バースデーの選手ですね。で、まあ、スキル5は、ま、気にしなくて、身長187で、ミディハイなので、まあ、問題ないですと。で、ボディタイプユニークなんで、まあ、こういうタイプですよっていう感じです。で、能力なんですけど、まあ、ペースも、ま、85あって、まあ、加速がちょっと足りない部分はあると思うんですけど、
まあまあ問題ない。足りなくはないかな。まあ最低限の数値はあるかなっていうところで、トップスピードは88でめっちゃ高いですよっていうところで、あとは、まあアジェバラも十分75と70あって、リアクションと冷静値も高いですよと。で、守備も、まあ本当問題なくできる数値ではありますね。で、これも本当シャドウ一択だと思います。で、気になる点だとしたら、まあ逆足が2っていうところと、あとはこのパスの下手さがあるんで、まあそこだけ気をつけてあげれば普通に強いセンターバックなのかなとは。思いますね。守備意識はちょっとセンターバックとして92しかないのが若干気になるのと、スタミナが78と、あとジャンプが84しかないので、競り負けたりだったり、あとは、今言った、ちょっとジョッキーの遅さが気になったりするとは思うんですけど、まあ問題なく今の環境でもやれる選手だとは思います。はい、次はカイル・ウォーカーですね。まあ、12万、もう13万ぐらいかな。めちゃくちゃ、まあ、めちゃくちゃ、まあ、安いわけじゃないけど、まあまあまあ、妥当な金額かなとは思います。で、この選手はちょっと逆足が2っていうところが気になるんで、まあ、上げるっていうよりももう完全に守備戦で考えるのがいいと思います。で、身長183なんで、クロスゲーとかにも対応できるっていうところが結構いいところですね。で、ワークレート、はいはい、問題ないです。で、ボディタイプもユニークで固有タイプです。で、この選手はもう本当に守備戦って考えるのが一番いいと思います。最低限というかかなりペースもあって、パスもまあ、やれなくはない。で、ドリブルもやれなくない。守備もやれなくない。フィジカルもやれなくないっていう感じで、まあ本当に無難な、この守備戦の選手かなとは思いますね。で、推薦ケミに関しては、まあアンカーかな。アンカーつけて、まあ最低限の守備意識つけるのがいいんじゃないかなと思います。まあペース足りてるんでね、まあアンカー一択かなとは、思いますね。うん。まあ、あんまり語ることないかな。まあ、本当に、この選手、もう能力だけ見たら、もう守備めちゃくちゃ強いぞって感じなんで、まあ、ここはウォーカーでいいかなとは思います。逆足だけちょっと気にしてあげましょう。はい、ということで、あとはキーパーはメンディーでいいんじゃないかなとは思います。まあ、アリソンだったり、まあ、エデルソンもいるんですけど、ここはまあ、好みによると思います。個人的には、まあ、アリソンかなとは思うんですけど、まあ、周りの意見聞くとメンディーが正しいのかなとは思うので、まあ、キーパーはメンディーだと思います。ここはもう本当に人によると思います、キーパーに関しては。で、一つ、すいません。ちょっとウォーカーって言ったんですけど、なんか値段が変動したり、ちょっとフットビンがバグってんのかわかんないですけど、なんか値段すげえ安くなっちゃったりしてたんで、これ作った時とちょっと変わっちゃったんで、ウォーカーとは言ったんですけど、個人的に、このリスジェームスの方がおすすめなんで、ちょっとリース・ジェームスちょっと見ていきたいと思います。で、まあこれちょっと急なんですけど、まあリース・ジェームス、まあ20万するんですけど、まあめちゃくちゃ強いと思います。もう最低限の能力値がありすぎる。で、まあスキーム、逆足が3っていうところもまあちょっと気になるとは思うんですけど、まあウォーカーよりも気にならないと思いますし、で、身長はちょっと小さいんで、その辺かな。まあ守備の能力だったら、ウォーカーのがその、高いというか、まあ、身長高いんで、ヘディングゲーとかはできるかなとは思うんですけど、守備値とかだったりフィジカルはリース・ジェームスの方が高いんで、で、パス値もこの選手の方が上手いんで、まあ、ウォーカーよりはリース・ジェームス、使った方がいいかなとは思います。で、これはまあ、シャドウかな。ペースが足りないんで、シャドウで使ってあげていいですし、もうこのディフェンスの意識93あるのめちゃくちゃ優秀だと思います。あとはスタミナがちょっと気になるんで、そこぐらいかな。あとはもしくは、まあ、アンカーで使ってあげて、パワー99にしてあげて、まあ、このような、積極性も上げて、ジャンプも上げて、クロスゲーにも対応できるっていうような形で作っていいとも思います。はい、ってことで、まあ、11人の説明は終わりました。まあ、細かいところだと、まあ、正直、エンクンクとデブライネだと、守備大丈夫っていう意見とかもあると思うんで、そういう時は、まあ、エンクンクを、普通に、カンテかな。こう、カンテに変えてあげるとか。これでも、普通に、まあ、300万以内で収まると思うんで、まあ、カンテでもいいと思いますし、もしくは、まあ、ちょっと、それも気になるっていう方は、まあ、他の、まあ、それ以外かな。あと、それ以外だと、まあ、例えば、まあ、ここティアニーなんで、ウーデゴールに、ムバッペ気になるんだったら、ウーデゴーアにしてあげて、で、ここを、まあ、カンテかな。カンテにしてあげるっていう手も、まあ、これで、こういう手も一つありますし、もういろんな形が作れると思うんで、まあ、カンテを守備考えるんだったらこっちの方が強いとは思います。で、ウーデゴーは5-5がサイド、ウーデゴーがいいよって言うんだったらこれでも全然いいと思います。あとはまあ逆足4がいいよだったらアーノルドでもいいですし、サンチェスちょっと気になるなって言うんだったら、ここリュディガーでもいいですし、本当に好みになると思います。で、カンテ変えないよとか、カンテちょっと小さいなとか気に入らないなだったら、ここエンディティでもいいですし、まあこういう感じでいいかな。あとはまあ手を使いたいけど、まあ、ほんと、まあ、そうなってくると話どんどん、膨らんでっちゃうんで、まあまあまあ、これで、ちょっとこの二人、ちょっとなんか一応入れといたんですけど、強いと思ってんで、ただまあ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 、これでいいんじゃないかなとは思います。まあ、あとはスカットは好みによるんで、まあ、ほんとあくまでも参考程度にしていただければな、とは
思います。ということで、今回は以上になります。よければね、チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイ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 バーイ。